こんにちは、くまです。猫です。くま猫チャンネルということでね、はい、2023年 J リーグ全チームを振り返るの今日は11位 FC 東京さんでございます。いや、34試合戦ってね、はい、12勝、はい、7引き分け、はい、15敗、うん、得点42、うん、失点46、まあ、得失点差マイナス4というね。猫さん的にイメージのある選手います？この東京といえばっていう、アダイウトン選手ね、我々も決められましたからね。まあ、やっぱり東京といえばね、こうディエゴ・オリベイラ、アダイウトンといった感じのね、こう前線の強力な選手たちが、松木クリュー選手、そうですね、はい、長友選手、長友もいますね、はい、はい、そうです、うんうんうん、やっぱりこうね、東京といえば、まあ、健太監督の時、長谷川健太監督の時から、はい、まあ、しっかり守って前線3人の子で殴るみたいな、そういうイメージがあって、うん、今年ね、監督、変わっていろいろやってたんですけれども、はい、やっぱり、うん、子で殴るなっていうところは、そう、印象としては変わらなかったなっていうところなんですけど、そうですね、今年ちょっと印象に残るトピックとしては、はい、まあ、俵の積田選手、はい、ガンバ大阪戦でもとんでもないドリブル突破からのシュートを決めたり、うん、我々突戦でもね、突も 2-0 で勝っておきながら、はい、逆転されたわけですけど、あの3点目決められたのが俵積田選手、ね、やられましたね、うん、で、まあ、突の、絡みで言うと小泉圭選手、はい、がね、東京に今いるんで、はい、ただね、小泉選手がですね、うん、今年33試合出場ということで、うん、まあ、なかなかのね、出場数、はい、攻撃の MVP、はい、守備の MVP といったところ、うん、東京さん語っていきたいんですけれども、はい、まあ、攻撃の MVP もうね、ディエゴ・オリベイラなんじゃないみたいな空気感があるんですよ。15ゴール上げてます。なんとすごいっすね。もうほとんど東京のゴールはディエゴ・オリベイラさんです ね、 すごいですね。その後はだから渡辺龍馬、中川選手が4ゴール4ゴール、はい、アダイウトンが3ゴール、うん、アダイウトン意外とね3ゴールなんですよ、うんうんうん、うん、という感じなんですけど、まあ、これで攻撃のね MVP をディエゴ・オリベイラさんにあげたら、うん、いやちょっとつまんないんで、つまんない、やっぱ渡辺龍馬選手にね、うん、あげたいなと、熊猫的には。はい、ね、中盤、真ん中、サイド両方、何でもできるタイプの、本当に間を受け持てる選手で、うん、まあ、なんて言うんですかね、やっぱり個が目立つチームの中で、うん、もうその接着剤のように、こう、こうポゼッションサッカーを、うん、とは何かっていうのを唯一分かってるんじゃないかなっていうところですね。いや本当に、まあ、もちろん松木玖生選手いるいないでだいぶチーム変わるぐらいに影響もあったんですけど、はい、ちょっと出場試合数が22試合とね、少し物足りないところがいろいろあったんで、怪我だったり代表離脱だったり、うん、したのでね、まあ、ちょっと、今回は渡辺選手かなというところです。はい、で守備の MVP、うん、守備はね、やっぱりこうポイントとしては、守備のポイントとしてはエンリケ・トレビザン選手がめちゃくちゃポイント高いんですけど、この選手もね22試合っていうところでちょっとね、安定しなかったところはあって、やっぱ森重選手かな、今年は29試合出場してっていったところで、非常に攻守に起点になったりもしてましたし、森重選手ただね、なんかあんまり安定はしてなかったんだよね。そうなんですね、というところではあるんですけど、まあまあ、本当にいい活躍ではありました。はい、で熊的にちょっともう一つ印象に残った選手としたら、うん、東圭吾選手、はい、これいろんなチームね、こう渡り歩いてきた選手なんですけど、うんうん、まあ、東京でもしっかりとこう爪痕を残して、もベテランなんですけどね、こういうベテランがやっぱりこう活躍していかないと、はい、なんて言うんですかね、こう安定した成績っていうのを残せないのかなっていう気もするので、なんか頑張ってほしいなと思います。で、まあ、東京さんがじゃあこっからさらに上を目指すにはっていうところで言うと、はい、とにかくやっぱり前線の攻を強めるのか、うん、もっとポゼッションによるのか、あなんかこうもうちょっとこう選手と監督とチームの方向性をこうガチッと合わせて、うんうん、で獲得する力とお金あるからね、なんかね、そうだね、うん、その辺を道筋をね、もっとこう、うん、
はっきりさせていくと、もっともっと怖いチームになるかなと。当然底力はあるんでね、悔しいけど、うんうん、我々あの割と東京さんに勝ってたんで、今年ね2-0から負けた、ね、勝てなかったね、ちょっと悔しいところですけどね、はい、まあそんな感じで、東京さんもまあまあ頑張ってるんじゃないですかね。ね、うん、というわけで猫さん、はい、何か最後締めの一言を、東京さんに向けて、東京さんに向けて、うん、あのなんせ我々ホームでは勝ってますから、あの川田選手のあの一撃で、あーキーパーのねミスを拾っての、来年はホーム&アウェー勝たせていただきます。じゃあまたねー。